みなさんこんにちは。ジャパンインターナショナルボートショー2024ジェットビレッジの出店ブース紹介パート2いきたいと思います。さあそれでは続いてこちらです。ガレージスワットサンドブース、お背中お借りしまして映させていただいておりますが、早速見ていきましょう。ガレージスワットさんですが、群馬県の水上バイクショップさんとなっておりまして、今回はライフジャケットを中心としたイベント特化のマリングッズ販売をされています。こう見ただけでもわかりますが、マリンシューズたくさん販売されてますね。そしてグローブ、どれもお値段がかなりお安くなってます。で、お子様用のライフジャケットに、もうとにかくライフジャケットのデザインが豊富、激安シールも貼ってありますね。もうライフジャケットで有名なマリンショップのアパレルショップブランドさんのメーカーのライフジャケットやウェアがもうてんこ盛りとなっておりますので、皆さんね、掘り出し物見つけてくださいね。どうでしょうか、かっこいいライフジャケットがたくさんありますよ。サイズなんかもそれぞれありますので、皆さんね、自分のサイズに合ったもの、これとかもだいたい半額ぐらいにはなっちゃってますよね。そしてこちらがウェットスーツ類の販売になってます。いや、お買い得です。まだまだ種類豊富、 L サイズ、こちらツアーコートですね。ショート丈のツアーコートなんかもあります。いいですね。早く来たら早く来ただけ皆さんサイズもデザインも選べます。さあそしてラッシュもあります。これラッシュですよ ね。はい。さあここでですね、ちょっとお忙しい中、やっと今ちょっとお話ができそうですので、新井社長にご登場いただきました。さあボートショー初日ということで、はい、まだまだ商品たくさんありますが、そうですね、十分余るぐらい持ってきたので、あ、嬉しいです。この機会にぜひ、はい、景気が良くなるように皆さんにですね、ありがとうございます。まあ、本当にいろいろ感染症も落ち着いて、まあ、このイベント自体もね、また活気を取り戻しておりますが、マリンスポーツを楽しむ方もまた今年も多いと思います。今回社長の思うおすすめ品っていうのはどのあたりですか。一番メインで持ってきてるのはライフジャケットですね。はい、子供のライフジャケットから大人用まで、かなり格安で持ってきてるんで。本当ですよね。これを機に起爆剤として遊びに皆さん出ていただきたいなと。そうですよね、はい、もう大人ももちろんですけど、やっぱり子どもたち水遊び大好きですから、はい、ライフジャケットとかね、日焼け防止のためのラッシュなんかもたくさんご用意いただいてるみたいですので、今安全のためにも子どもさんはライフジャケット流行りつつあるんで、はい、ね、でもファッションとしても楽しめますしね、可愛いのを選んで、はい、すごい可愛い柄がたくさんあるんですよ。なんかセールになっていいのっていうような、本当に皆さん選び放題、本当に可愛いので、ぜひ早めに来てね、ゲットしてください。ラッシュなんかもね、お子さん用のもすごく種類が豊富となっております。たくさん持ってきていただいているということですので、はい、ぜひ公式 YouTube ご覧の方に、はい、買いに来ていただきたいと思います。はい、はい、ぜひ皆さんお待ちしております。ガレージスワットさんのブースでした。ありがとうございます。いやー、ワクワクしちゃいますね。皆さんお買い物たくさんしてください。さあ続きまして、今ですね、ちょっとお客様のご対応されていらっしゃるようですので、ちょっと次のブースの方に行きましょうかね。はい、 あちらです。はい、お邪魔します。急にお邪魔しました。NTL さんのブースに突撃しましたよ。よろしくお願いします。はい、服部さん、よろしくお願いします。お願いします。今回ジャパンインターナショナルボートショー、どんな出展なんでしょうか。はい、はい、今回初めての出展になりますけれども、はい、うんうん、新製品の、スウェーデン製のですね、はい、電動ジェットボードアウェイク、アウェイク、はい、ハイパフォーマンスモデルのボードを、今回は初めて展示してます。はい、今こちらイメージビデオが出てますが、はい、これは波乗りしてますよね。そうですね、フルスペックで使っていただくと、波にも乗っていただけるぐらいの動力性能は備えてるんですが、
国内はですね、一応規約がいろいろあるので、はい、出力を抑えて提案させていただいてます。すごい。ちなみに今持ち上げられてますけど、重さどれぐらいあるんですか？重さはだいたいバッテリーも入れて、40キロ程度と考えていただければと思います。結構大きさも感じるんですけど、はい、乗るのは難しくないんですか？そうですね。このモデルはかなり細身なので、うん、はい、上級者の方とか、じゃないと少し難しいと思うんですが、うん、後ろにあるものは、あ、こちら、はい、70リットルぐらいの容積がありますし、あ、本当だ。このテール側もですね、かなりワイドモデルになってますので、乗りやすく、多分5分10分ぐらい練習してもらえれば、はい、すぐに乗ってもらえると思います。今ちょっと服部さんが指の動きをしましたが、はいはい、これ動力自体は指で操作して動かすんですか？そうですね、はい、こちらに、はい、リモコンを用意しておりまして、はい、こんな感じで、はい、使っていただきます。バランスは足で取って、そうですね、はい、少し腰を落としていただいて、はい、でジェットボードがいいのは、うん、普段波乗りしない方、はい、できない方でも、うん、ちょっと の訓練ですね、練習でまあ、10分程度でできるようになるのがすごくいいところ、いいですね、はい、やっぱり波乗りサーフィンってすごい楽しいスポーツだと思うんですけど、す、まあ、風の強さとか、はい、やっぱ波のねどれぐらい来るかっていうの、ま、波待ちっていうのがどうしてもありますもんね。そうですね、そういったストレスからも解放されますし、どんなコンディションでも、うん、使っていただける道具だと思いますし、はい、オーナーさんもゲストも、みんなが喜んでねその瞬間を楽しんでもらえるものだと思います。ちなみにこちらは販売は予定はあるんですか？はい、今日から、はい、受注発注を正式に、まあ、展示も初めてですけど、はい、行っておりますので、すごい、ぜひ皆さん会場にいらして実際見ていただくとですね、うん、クオリティが高いのもご理解いただけると思います、はい、すごい。もう今回初公開で、はい、もう事前の予約を受け付けられるということで最新情報ですね。はい、そしてもうすでに今人気が高まっているのがこちらですね。はい、こちらは、はい、私たち多目的ウォータージェットシステムと呼んでますが、うん、オーストリア製のですね、はい、スクーバジェットという、商材でして、はい、水中スクーターにもなるし、はい、アタッチメントを変えるとですね、カップを電動化することも、はい、こういう形で取り付けられるんですか？はい、すごい。で、水中スクーターはこんな感じでですね、はい、自立のライトになってる、はい、つきますので、はい、まあ、他社製品を比較してもですね、あんまりこういった機能を備えているものもありませんので、海の中って結構暗い場所とかもね、あったりしますもんね、お天気でね。はい、本格的なダイバーさん、はい、いわゆるダイビングにも使ってもらえますし、シュノーケルにも使っていただけると思います。なんかこれはこういう形で持ってしてイルカと一緒に泳げるぐらいな感じですか？はい、そうですね。スピードとしてはだいたい競泳選手と同じぐらい、はい、7キロちょっとですかね、水中では出ます。いいですね、はい、なんか新しいマリンアクティビティっていう感じがします、はい、そしてサップなんかもやっぱりニュースでもよく見ますが、やっぱり沖に出てしまって風向きでなかなか戻れないっていう問題なんかもこれだと解消できるっていうことですよね。おっしゃる通りだと思います。やはりですね、皆さんがこう、まあ、やっぱ基本 の、うん、動作というか、はい、技能は身につけるべきだとは思うんですが、皆さんが必ずしも風に向かっているような力を持っているわけではないと思いますの で、 す、ね、このスクーバジェットであればですね、このリモコンをひねるだけで、はい、最大で12キロぐらいですかね、はい、スピードも出ますので、すごい、実際に私たちがやっても風速10メートル以上でも、うんうんうん、もう難なくこう前進できますので、いいですね。座ったままね、走っていただくこともできるので、はい、安心安全ですね。そうですね。かなりこう心強いパートナーになっていただけると思いますし、はい、こう船をお持ちのオーナーさんも、うんうん、ゲストをもてなすの、はい、道具としてもですね、あ、まあ、救命、簡易的な救命艇代わりでも、うん、使っていただけるんじゃないかと思います。はい、もう本当にもう最新で、そして手軽なマリンアクティビティっていう形でいつもね NTL さん新しい発信をされておりますよね、はい、それではぜひこの会場に来られるかもしれない方、もしくは検索でいろいろ調べられたりするかと思うんですが、はい、皆さんにメッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。当社はですね、電動で、クリーンな、電動ビークルを扱っております。まあ、当社の製品が、はい、ユニークなのはもちろんですが、うんうん、会場全体通してもですね、はい、私も欲しいアイテムが
いっぱいありますんで、はい、ぜひぜひ、一日通して遊んでいただけると思いますので、遊びに、会場にお越しいただければ、また、パシフィコだけではなくてですね、ベイサイドマリーナの会場も、はい、そうですね。かなり魅力的な船が泊まっていると思いますので、ぜひ、皆さん、お誘い合わせの上、ご来場いただければと思います。服部さん、ありがとうございました。こちらもありがとうございます。NTL さんのブースからお届けいたしました。ジャパンインターナショナルボートショー2024、見どころ満載となっております。皆様のご来場お待ちしております。